質問。学力の幅の広い高校で英語を教えています。国立大学に進学する子もいれば専門学校に行く子も多くいる学校です。生徒たちには思考力、判断力、表現力をつけてやりたいと思い、いろいろな活動を取り入れ、できるだけ英語で授業をしています。しかし英語を苦手とする子、活動に嫌う理系男子、ちょっと冷めた性格の女子など、その授業法に乗ってこない子もおり、実際授業アンケートでも昔ながらの指導法に徹していて厳しく指導する先生の方が生徒の評価が高い時もあります。評価の高い先生は5時過ぎに帰宅するのに、さまざまなセミナーなどに出かけ、授業案作りにも時間をかけるなど、時間とお金をつぎ込んでいる私は、この評価なのかと自分が馬鹿らしく感じることもあります。それでも後戻りするつもりはありません。コミュニケーション活動を成立させるには、まず生徒が私を信頼していないとダメでしょうし、なかなか振り向いてくれない子にも諦めずに話しかけています。あまり進展はないのですが、てん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 。ちなみに生徒のアンケートでは、授業はまあまあわかりやすく熱意は高いが規律正しい授業にはなっていないという結果によくなります。数々のコミュニケーション活動を規律正しくないと感じる生徒が多く、結果葉っぱをかけられないと勉強しない子はあまり勉強しなくなってしまいます。私はあまり怒らずに褒めてばかりなので、生徒は内心私を舐めているのだと思います。 しかし叱りつけてパワーで指導し、生徒の教祖のような存在になるのは私には絶対に無理だと思います。エンターテイナーの的要素は少しあります。このような人格の私が生徒をもっと、授業に引き込むためにはどうすればいいでしょうか。コミュニケーション活動と規律の両立で悩む教師は多いのではないかと思いますので、ぜひとも総長先生のご回答をよろしくお願いしますということ。非常に長い文で、詳しく説明、質問を、ね、してくださいました。そんなわけで、小学中学とあって、この高校の先生からも、ね、いただいてますので、とても嬉しい。まずじゃあ、あの回答なんですけども、仏教の言葉、お釈迦様の言葉に一切皆苦という言葉があります。一切皆苦というのは何かというと、すべてのものは皆苦であると説いたんですね。苦しいんだと説いたんですね。はい、この一切皆苦という、まあ仏教の教えというのは苦というね、四苦八苦とかね、苦という言葉が出てくるので、ちょっとなんか苦しくて暗くてなんか悲しくてみたいな、なんかすごく暗い感じなんじゃないかなと思うかもしれないんだけどもね、いや実はそうじゃなくて、あの苦というのはもちろん苦しみという意味もあるんですね、あるんだけれども、その前にね、苦というのはね、思い通りにならないという意味なんです。思い通りにならない、これは全人類に通用すること。思い通りにならない、自分が思った通りにもの、自分以外のものは進んでいかないということですね。さあいかがでしょうか。一切皆苦、まずこれが前提としてあります。一切皆苦の話をしますけど、じゃあなんで思い通りにいかないの、ね、で思い通りにいかないっていうことをいつしか僕たちは忘れてしまうんですね。ねじゃあ思い通りにいかない理由は何、そこにですね、諸行無常、僕の曲にもありますね、諸行無常諸無が全て消える、あの曲を聴いてください。かけようか、アーナンダの詩でちょっとかけますね。はい、これをバックにしていきましょう。聞こえるかな。諸行無常、一体何のことかということは、すべてのものは生まれ、そして変わりゆき、滅していくということね。どんなものでも生まれて変化して消える、この真理は絶対に変わらないわけですね。どんなことでもです、どんなものでもです。そんな中でどうしても人は執着してしまいますね。物事にこだわる、そのものが絶対正しいとか、そのことがもうこれはもう間違いないとか、自分が思ったことがこれは一番だとか、
そういうことを思ってしまう。要するにこれは自我にこだわるということになりますね。自分の思いですからね。はい。釈迦はその部分の根底の部分から否定したわけです。一切かいく思い通りになることはないよ。なぜか自分の思いに反して全てのものは変わっていくから。でも思い通りにならなくても僕は私は楽しいこともあるもんって言う人もいるかもしれない。でも楽しいことがあったっていつかはそれはいつまでも続くわけではなく、いつかはどこかちょっとしたところで苦になってしまったり、ね、愛する人と楽しく過ごしてたって必ず生命は永遠じゃない。別れの時が来てそれも苦になる。そういうことですよね。ということをね、諸行無常というものを解いて、そして一切皆苦、全てのものは自分の思った通りいかないんだから一切皆苦だよというふうに釈迦は教えたわけですね。この部分をね、まず根底に持ってないと、どこか人は悩んでしまったり落ち込んでしまったり、さらに苦しんでしまったりします。もともと全てのものが自分の自由に自分の思う通りにならないと知っていれば、いろいろな苦から解き放たれるということになるわけですね。はい。さあ、それではそれを前提としてこのお話をしていきたいと思うんですけども、この先生は非常に真面目な先生で、自分のね子供たちにね、思考力、判断力、表現力をつけてやりたいという思いで、その自分いろいろな活動を取り入れています。素敵な先生ですね。はい。これはもう教師になる先生のになる第、一番最初に必要なバイタリティでもあるし、これがない人は教師にはまずなれないと思ってもいいんじゃないかな。なんかしてあげたいというね。はい。でそこに、ところが、そのいろいろなことを、例えばできるだけ英語で授業をする、英語、その思考力、判断力、表現力をつけるためにコミュニケーション活動をする。コミュニケーション活動というのは英語でいろいろ話したりなんかすることかな。まあ、最近英検なんかでもね、いろいろな4技能とか出てきてますけどね、こういうことをするためにいろんなことをしてるんだ。ところが生徒たちが乗ってこないと、ね、昔ながらのやり方をしている先生たちの方が評価が高い時もあると。で、さらにはその先生たちはもう5時にね、定時に帰って、ヘラヘラと書いてないけどね、ヘラヘラとしてる先生の方が評価が高いと、そういう時もあると。で、かたや自分は、セミナーに行ったり授業を作ったりして時間をかけて、またお金をつぎ込んでいる。で、馬鹿らしく思っちゃうと思いますね。はい。まあ、こういう流れです。で、この人に物事を教えるということは、この前の先生にはまずは自分のやってること真空を整えるということを話しました。ここでは真空整ってると思うんですけれども、そういう思いと行動と口と、でもなぜ人がついてこないかということなんですよね。これはですね、まず一切皆苦を思い出してください。すべて自分がやってることが自分の思い通りになるとどこか思ってませんか。例えばこういうふうにすべて英語で授業をやったら子どもたちが乗ってくるとどこか思ってませんか。そうじゃないですね。もうすぐに回答が出てますね。それを、英語苦手とする子とか理系男子とか冷めた女子、こういう子たちが乗ってこない。普通に、今まで通り、英語の普通に勉強した方がいいという子が出てくる。はい。そこでそれをね否定しちゃダメなんですよ。でここで自分の思ったことが通じないということを自分の中に持ってないと、もう先生としてはこれ非常にこんな感じにね、悩んでしまいます。なぜ自分の思いにじゃない先生たちがの方授業がいいと思うのか、そしてなぜ生徒たちが乗ってこない生徒じゃ一体何なのかという、生徒側に立ったことはありますか。先生は一生懸命自分のやり方を進めています。これがいいよ、これがとてもいいんだよという言い方を進めてるでしょ。
ね、ではでもあなたがいいと思ったことがそれをいいと思って捉えるっていうことは必ずしもないわけですよね。考えてみてください。例えばね、どうしようかな、どうしようかな、何か自分が困ってる、そうだな、風邪ひいたとします。風邪ひいたとして、風邪ひいた時っていうのは、まずは腹筋を10回やってね、何かこうあったかいこう塩水をこう飲んで、そしてお花をあの、部屋に飾るといいんだよって言われたとします。さあ、あなたはそれをすぐ受け入れるでしょうか。全くこれは同じことで、英語を学ぶためにいろいろな勉強してますけれども、ですか、あの英語で授業をしたりコミュニケーション活動をしたりっていうことがその生徒にとって必ずしも受け入れられるものではないということ、ここでお分かりでしょうかね。風邪ひいて誰かから聞いた、腹筋10回やってね、あったかい塩水飲んで、お花を飾る、これ研究の人たちがみんな風邪を治すためにいろいろな処方で、やってきた3つの処方だとしますよ。あなたはそれ、例えば自分に理解できないこと、自分に、考えられないことを受け入れますか。受け入れないと思います。自分のから、あの自分の中にあるもの以外は受け入れないんです、人間はね。そういうことなんです。要するに生徒たちの中には、英語にとって英語で授業することがいいのは分かるけど、分からないから嫌だよと、コミュニケーション活動がなんでいいの、そんなの分かんないじゃんって、そういうことなんですね。そういう子どもたちのをどのように考えるか、そっち側に立たないとこれはちょっと難しいんですけれども、その部分なんですよ。じゃあなんで適当にやってる先生の授業がいいっていうその人たちは一体何を思ってるのかということを考えないといけない。そうなった時に一番大切なことは自我を捨てろなんですよ。自分のことを捨てる。一生懸命あの生徒にこう振り向いてくれない生徒に話しかけてると言ってますか、言ってますけどね、話しかけてても無理ですよ。毎日毎日メールが送られてきて、風邪には花を飾るといいですよ、心が柔らぐから免疫力高まるから、なんて言われたって、ってなるよね。例がいいかどうかは分からないけれども、要するに自分が思っていることが相手がそのまま受け入れるということはほぼありえない。はい。あなたがどんなに英語力、子どもの英語をね、学ぼ、上げてあげようとして一生懸命いろんなことをしたところで、子どもはそれを聞いてない、生徒はそれを聞いてなかったらどうします。でこれはね、僕が KJ の先生たちも言ったことなんです。どんなに素敵な、どんなに素晴らしい授業をやっても、生徒たちが見てるのはあなたの顔の鼻毛が出てるかどうかね、あなたの顔の変な顔した時の様子、あなたの様子、ネクタイの柄、着てるもの、そんなものしか見てないんだよと。衝撃でしょ。でも僕はこれは KJ の先生に一番最初に言ったこと、 KJの先生の前だ、そのぶち壊しセミナーで言ったことなんですよ。そんないい授業がなんぼのもんじゃいって、ね、自分自己満足に過ぎないだろうと、すごいひどいこと言ったでしょ。こういうこと言ってぶち壊してきたんですよ。ね、でもまさしくその通りだと思いません？自分が学生の時思ってください。ああつまんねえ教科だな。ああこれどうしようかな。やりたくねえなと思ってたら、ね、どうする？ね、かといってギャングばっかり飛ばしていってもしょうがない。あとはね、あのよくこのまま聞いたんだけども、自分の家庭、また自分の息子娘の話をする先生が多いんだよ。つまらないわそれ。いやたまにはいいよ、ちょっとね、いや今日は娘の誕生日でちょっと早く帰んなきゃならないんで、ごめんな先生ちょっと早く帰るって言えば、これは生徒たちから絶大なる信頼を受けるもらえるんじゃない。だってそんなすごくこう
ね、気持ちのこもった先生だったら話聞くよ、ね、あいなんていうのかな、そのただいつもそうじゃダメなわけよでしょ。だから授業の半分以上自分の子供の話しちゃう先生いるんだってよ。これよく聞くのよ。よくそこまで話すんなと思って。それさ、生徒に話すことじゃなくて、それ同僚とかさ、別の人に話したら、生徒の授業はね、自分のね、うっぷん晴らしの場じゃないから、そういうことなんですよね。はい。だからね、どうしてもね、そういうところに走ってしまう自我が捨てられない先生っていうのは多いんですよ。だから今ね、今ここに相談してくれてる先生は、あなたはね、非常にこの努力というのはね、ちょっとバカになっちゃうこともあると言って、バカらしくなっちゃうことあると言ってますけども、いやそんなことないです。これはこれでちゃんと生きてきますから。真面目に自分が取り組んだ授業案とかね、いろいろなセミナーとかに行って学んだことっていうのは、もう自分の血となり肉となり、必ず開花するときありますけれども、今必要なことはどういうことか、それ以前に生徒たちをの状況をちゃんと知ること、その子たちが何を思っているか、自分の思いは二の次なんです。どうですか、生徒たちがもし高校の授業はそんなコミュニケーションじゃなくて、もっと受験に対するもっと必要なことをやってほしいと思っているんであれば、それを優先させるべきです。あなたが思っているいろいろな表現力とか判断力とか、その思考力をつけることは二の次なんです。はい。ここに目をつけられるかどうかが、いい先生になるかダメな先生になるかの分かれ目ですよ。ぜひ頑張ってほしいと思います。自分の授業を高めるためにセミナーに行ったり、その学習案を作るという先生はなかなかいないんですよ。でこれをさらに僕が言ったことを一切皆苦、諸行無常、この2つを心に入れてやることによってプラスに持っていくことができます。ぜひ頑張ってほしいんですよ。はい。でこういう先生たちが僕が言ったようなことを実行できれば、これは素晴らしい先生になります。はい。これ DRT と言います。ダイレクトレスポンスティーチング。これは総長が10年前に作った指導法の、今刑事の先生たち知ってますけどもね、 DRT というようないものなんですね。ですから生徒たちにとって役に立ってなんぼのもんじゃいの世界なんですよ。僕たちがいいことを進めようじゃないんですよ。生徒から見て僕たちが役に立ってなんぼのもんじゃい、このネット教室だって役に立ってなんぼのもんじゃいということなんですよ。要するに自分の気持ちはまず置いておいてください。自分の家庭の話はまず置いておいてください。授業中の話ね、これね、それ以外ではいいと思いますけどね。そういうことなんです。人を教えるということは、教科を教えることっていうのは実はファーストじゃない、セカンドかサードかもしれない。物事を教える以前に生徒に信頼を受ける、真空を正しくする、これできてると思います、この先生ね。そして相手が何を思ってるか知る、ダイレクトレスポンスティーチングです、 DRT で、まあ、これもっともっと言ったらね、時間があれなんですけどもね。そしてその次に、やっと自分のものが学んだことを、間違いないことを言ってあげるということなんです。さああと10分ぐらい欲しかったんですけどね、時間になりましたので、この辺にしておきます。また何かあったらぜひ、高校の先生ですからね、僕も高校生いっぱい見てますけれども。